はいどうも。えっ、ー、と、今回はですね、えー、ヨガ教室の契約かななんかそんなのをですね、やったら、えー、カルト宗教の勧誘だったっていうお話ってことでいいのかなちょっと詳しいとこまではわかんないんですけど。はい、まあ、ヨガって言うとですね、まあインド。インドといえばですね、 えー、仏教。オウム真理教ですね。えー、オウム真理教ですね。はい。私はオウム真理教がですね、どこまで悪いことをやってたのかって、みたいなのはちょっとよくわかってないんですけど、よくわかってないというか、えーとですね。一応、地下鉄サリンをやったことになってるんですけど、 えー、日本っていう国がですね、のマスコミとかがですね、あんだけぐっちゃぐちゃだとですね、どこまで信じていいものかわかんないですね。えー、で、朝原さんもですね、俺はやってないって言ったまま一応死んでますんで、あ、ちゃうと、えっ、ー、と、死刑になってますんで、えー、はい、日本のですね、政治家、えー、マスコミ、警察、どこまで信じれるかわかんないんですけど、 はい、朝原さんもですね、えー、うんまあ悪いことやったんでしょうけど、どこまでかわかんないですけどね。はい、これがですね、えー、今年の1月の31日なんですね。に、えー、3、ん ?1 ヶ月前、2ヶ月前、2ヶ月前ぐらいに、えー、不寄贈になったというお話で、 はい。で、えー、宗教の勧誘じゃないよっていうような感じでですね、えー、なんか人を集めて、なんか、結局宗教の勧誘だったみたいなのがですね、えっ、ー、と、モロー、はい、統一教会じゃないかっていうような印象を持つんですけど、ってことはですよ、統一教会のあれは、 もう、あれなんだ。ちょっと段階踏んでるからセーフなのかな。ちょっとよくわかんないですけどね。えは、ー、い、やけに、えっ、ー、と、金額がですね、安いなと思ったらですね、カルト宗教みたいな可能性もありますね。はい、えー、地下鉄サリン事件のことは忘れないぞ。ね、怒ってますね。殺人宗教集団、わかってるん 無気刑でしょうって怒ってますね。怒ってるんですけど。うーん。どこまでですね。わ私もどこまで日本という国を信じていいのかわかんないんですけどね。で、はい。オウム真理教の人もですね、えー、日本という国に宗教を叩き潰されてるとこなんで、まあ、一生懸命頑張ってるんですよ。はい。えー、 ヨガ教室だけじゃないんでしょうけどね。あの、<laughs> どこの宗教だったかななんかね、えっ、ー、と、白人のイケメン、イケメン宗教勧誘の人にですね、あの、ちょっと、顔出しませんかって言われたのはですね、英会話教室だったんですけど、うーん、あれね、多分、 えー、女性だったら引っかかる人いるんだろうなとか思うんですけど、はい、えー、オウムはヨガで同一協会は何でしたっけインカンだかビデオ、ビデオだかで、ビデオの映画とかアニメとかが見放題かなんかで釣ってて、えー、どっかの宗教はですね、英会話で釣ってたりするんで、はい、えー、 どっかその辺でですね、なんか声かけてきたらですね、えぇ、ー、宗教の可能性もね、あるよってことで。あ、ニュースがね、ニュースの書き方が悪いよ。こ、こんな、こんなニュースの書き方じゃ、ABC ニュースってど、どここんなニュースの書き方じゃですね、はい、詳しいことはわかんないんで、ニュースの書き方が悪いよってことで、はい、今回は以上です。